騒動の勃発地となった、千里大丸プラザトイレットペーパー騒動とは、1973年にオイルショックをきっかけとする物資不足が噂されたことにより、日本各地で起きたトイレットペーパーの買い占め騒動である。1973年10月16日、第4次中東戦争を背景に、中東の原油産油国が原油価格 70% 引き上げを決定したため、当時の田中角栄内閣の中曽根康弘、通商産業大臣が紙節約の呼びかけを10月19日に発表した。このため、10月下旬には紙がなくなるという噂が流れ始め、同年11月1日午後1時半頃、千里ニュータウンの千里大丸プラザが特売広告に紙がなくなると書いたところ、300人近い主婦の列ができ、2時間のうちにトイレットペーパー500個が売り切れた。その後、来店した顧客が広告の品物がないことに苦情をつけたため、店では特売品でないトイレットペーパーを並べたが、それもたちまち売り切れ、噂を聞いた新聞社があっという間に値段は2倍と新聞見出しに書いたため、騒ぎが大きくなり、騒動に発展した。当時は第4次中東戦争という背景もあり、原油高騰により、紙が本当になくなるかもしれないという集団心理から、各地に噂が飛び火し、長い行列が発生したため、マスメディアにも大きく取り上げられ、パニックは全国に連鎖的に急速拡大した。高度経済成長で大量消費に慣れていた日本人が急に物不足の恐怖に直面したために起こったパニックとも言われる。パニックの火付け役は、新聞の投書だとする説もある。ただ、この当時、日本の紙生産は安定しており、実際には生産量自体は同流古都肥後が全国的に広まるまでほとんど変わっておらず、パニックが発生した後は、むしろ生産量の増加も行っていた。マスメディアの報道や流言飛語によって不安に駆られ、高値でたくさんのトイレットペーパーを買った消費者は山積み保管していた。それまでトイレットペーパーは主に特売用商品として扱われていたが、一変して定価どころか倍の値段をつけても売れたという。このため商店は在庫確保に奔走、結果として問屋在庫すら空になった。ある卸売商店では、買いだめに走った主婦が、従来は一般商店向けに卸されていた段ボール箱に入ったままの大きなパッケージ単位で買い漁ったことから、一般商店が仕入れる商品まで品不足となった。このような連鎖的現象により、最初のうちこそ楽観視していた人までもが、実際に店頭からトイレットペーパーが消えたため確保に走ったといい、小売店では店頭にトイレットペーパーが並ぶや、否や客が押しかけ、商品を奪い合う人すら見られた。百貨店では、あまりの混雑ぶりにトイレットペーパー販売のたびに迷子も多数発生した。また影響はトイレットペーパーにとどまらず洗剤や砂糖などの他の日用品にも波及した。日本国政府は国民に買いため自粛を呼びかけたがあまり効果はなかった。そこで政府は11月12日にトイレットペーパー等の紙類4品目を生活関連物資等の買い占め及び売り惜しみに対する緊急措置に関する法律に基づく特定物資に指定し、翌1974年1月28日には国民生活安定緊急措置法の指定品目に追加し、標準価格を定めた。3月になると騒動は収束、在庫量も通常水準に回復した。日本の歴史において、文部科学省検定済み教科書やニュース写真では騒動の様子がオイルショックを象徴する一場面として紹介されている。東京都内のスーパーマーケット。2011年3月に発生した東北地方、太平洋沖地震では、首都圏を中心にトイレットペーパーをはじめとする生活物資の買い溜めを行う動きが起きた。店頭の紙製品が品切れとなった東京都内の店舗。新型コロナウイルス感染症の世界的流行が、発生した2020年2月にトイレットペーパーは中国で製造、輸入しているため、新型コロナウイルスの影響でこれから不足するといったデマが九州地方から発生し、SNS によって広がり、全国各地の小売店でトイレットペーパーやティッシュペーパーやキッチンペーパーや生理用ナプキンが品切れになる店舗が続出した。後に日本製紙連合会や日本国政府がトイレットペーパーはほとんどが国内で製造しており、在庫は十分にあると否定する事態になった。世界でも類似する誤情報がインターネット上に流れ、台湾や香港、シンガポールでは日本よりも先行して買い占め騒動が発生した。その後、感染が拡大して新型コロナウイルスによる死亡者が確認されたことを受けて、オーストラリアやアメリカでもトイレットペーパーや消毒用アルコールなどが小売店から売り切れる現象が発生している。自主隔離や物資不足への懸念から、イギリス、インドネシアなどでも買い占め現象が発生しており、世界各国に広がりつつある。問題が爆発的に広まった一因として、テレビやネットニュースはじめとしたマスメディアを挙げる声もある。買い占めが発生した期間、マスメディアはデマや買い占めに対する注意喚起を目的として、一時的な品切れ状態や空になった棚の様子などを多く報道した。それにより、人々がトイレットペーパー不足を世間の人々の現在の非常に大きな関心事だと認識し、自分も動かないと入手できなくなると考えるようになって、買い占めやデマがかえって助長されたのではないかというものである。自分はマスメディアに影響されないという意識の影響を指摘する声もある。なお、インターネット上ではマスメディアが直接デマを流布したとする声もあるが、これは誤りである。前述の海外における買い占め騒動のニュース報道をもとに SNS 上においてデマが生まれ拡散していったことが Twitter や Yahoo のリアルタイム検索などによって確認されており、実際にデマ情報を SNS 上に投稿したうちの一人が鳥取県の生活協同組合職員であったとして、該当生協が謝罪文をホームページ上に出す事態になった。日本製紙連合会によると、トイレットペーパーやティッシュペーパーなど衛生用紙の2020年3月国内出荷量が前年同月比 27.8% 増の205,522 トンになり、統計開始した1989年以来、単月で過去最高となった。これまでの最高は2005年12月の178,535 トンだった。ありがとうございます。